2016年最下位ユニット決定戦。知らないおじさんいるけど。もしろいです。めっちゃ本出てくると思わなくて、ひげ剃ってもらった。全然ひげ剃ってもらった。うさぎの意味よな。伊佐崎さんもサトシをつけてますけどね。あ、そうだった。喋、はい、るの忘れでした。今日はサトシさんがちょっとカメラを回して、はい、喋りちょっとぬるくなりますが、はい、はい、よろしくお願いします。ということで、2017年になったということで、はい、今回はこの企画第2回なんですよ。お、2016年の頭、ミササギさんは覚えてると思うんですけど、はい、ミササギさん、はい、ミササギさんは覚えてると思うんですけど、最下位ユニット誰だって言ったんですよ、はい、それの2016年版ということで、まあ独断と偏見による、うん、これが最下位ユニットだっていうのを、うん、3位から順に、はい、で、あの多分多かった一番意見の多かったものが最も可愛いユニットです。おお、なるほど。はい、ここだけのね、ここだけ公式チャンネルメンバーだけ、うん、メンバーの好みが被るかって話だね。被るな。多分ね、絶対全部被んない。どうかな、全然被ると思うけど、ね、いやだって常識的に考えたらもうこの3体しかいないっていう。いや、まあサトシからいきますか。3位、はい、3位ベルフーラ。いや、ベルフーラ、ベルフーラはなんかどの時点のベルフーラがいいとかあるんですか。幻想。はい、こちら幻想ベルフーラ。超最近じゃん。超最近。あ、この子最近だ。あの女の子じゃないみたいな子じゃなかったです。まあ人外なんですけどね。あの性別、性別不明、不明ユニット、うん、女の子じゃないの。まあでもどう見てもまあね、今僕好みですけど、ね。まあ、最近はだから別に男でもいいのね。あ、そうなの。あ、そっか。可愛い。最近はだから最近です。なるほど、はい、なるほど、はい。まあ若干なんかね、確かにやっぱ露出多いか。そうです、揺れ、はい、揺れてますから。じゃあ申し上げていきますよ。はい、はい、アレサですよ。アレサ、アレサですよ。悩んだ。アレサ、アレサ幻想版ですね、やっぱ幻想版。あ、長い方。私短い時の方が好きだな。私も。ああ、ね、幻想アレサ。アレサですね。かぶらず、かぶらない。まあ、サトシと被らないな、想定ない。まあそうですね、いつも被らないですからね。じゃあ次僕行きますか。はい、磯木さん、順番決めたかな。3位はルーリー。あー、かわいい。星7の、星7ルーリー。星7、あ、ルーリー星7になったの2016でしたっけ。まあいいんじゃないですか。まあいいですけどね、ちょっと分かんないんで、そのい どこからとか若干覚えが、まあ多分古いけど、うん、まあいいじゃないですか。はいはい、まあかわいいですよね、うん。星7になってさらに可愛くなりましたよね。ね、やっぱり貴族性がセリフさんね、うん。貴族性が好きなんですね。ここからは、ね、女性の意見だから ね。確かに。私、はい、3位、はい、でも順位決めて読んですごい悩んだ。私も、はいはい、私の3位は、はいはい、エクリス。あー、あー、かわいい。そう、エクリス、弓矢。え、かぶってない？悩んだ。エクリスはどの時点のとかはありますか？星これ5。あ、5？ 最初の？うん、最、あの3部にな、3部でよく使ってるの。エクリスは。そう。シンプルデザインで。そう、このこれが一番可愛い。でもだんだんつ、あの棒立ちな感じになっちゃうもんね。まあね。進化するの。ね、最初の星5のエクリス。星5前だし可愛い。よく覚えてます。なるほど。おお。じゃあ次は？じゃあ私。はい、はい。第3位は、はい、最近なんですけど、はい、ジャニス。お、あー、悩んだ。あれ、ちょっと悩んで。どっちの？ね、私幻想持ってないんですけど、今調べたら幻想の方が好きでした。あー、見たい。いや、ジャニス、幻想は好きだから。かわいい。アイドルだからね。ジャニスいいですね。なんか、ここ1です。ここ3位。わかる。超わかる。これはわかるね。はい、じゃあ私は、はい、3位、ちょっと悩んだけど3位がイブリス。はい、おお、あ、まあね、イブリスはどの時点の。イブリスは星7。あ、7、7って来た。乗ってるやつ、乗ってるやつ、乗ってるやつ、乗ってるやつ。おお、確かにあれ可愛い。そう、これ可愛いんですよね。可愛い。これが衣装作ってたね。衣装やったんですよ。でも悩んだけど3位です。3位なんだね。3位なんだね。はい、では最後。はい、最後私は、はい、カフカ。あー、カフカは、でも、あのね、怖いもの、あのね、最初でも怖い本当に怖いって思ってたんだけど、
ところでなんか怖いっていう思いもなったんですけど、まあ、可愛いっていう点ではその1個前、あ、星のブロードくらい一番いい、あ、え、5かな、5かもしれない、もうちょっとなんか可愛くなって、うん、あ、5ですね、あ、5でした、あ、星5、はい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 、あ、一周回って誰も被らず、ね、すごいね、すごいな、すごいな、まあ、かるかストーリー知ってると余計ね、うん、そうだね、うん、最近やったから特に、では、サトシ2、2周目、ホリアン、あ、いや、あ、いや、悩んだ、ホーリアン、悩んだ、どっち、顔色悪い方、うん、いい方、顔色いい方ね、いい方いい方、悪い方、幻想ね、うん、あ、まあ、形っぽいよね、形っぽいけどね、巨乳のお姉ちゃん、うん、水好きだね、うん、確かに、水縛り、水で巨乳、なるほどね、なるほど、うん、では、ロザケン第2位、僕は第2位がジャニス、あー、ジャニス2票、ちなみに幻想的な、そのあれは幻想5です、あ、じゃあ2票、2票が一緒だ、なるほどね、でもこれあれ3位に1位でポイント制みたいにした方がちょっと良かった、あ、まあそうですね、3位1ポイント、2位2ポイント、3位3ポイント、1位が、1位が、ちょっと変えてきますか、あ、ありがとうございます、2点出た、出た出た出た、いきなりもうちゃった行きましょう、はい、はい、行きましょう、じゃあ僕の第2位は幻想のゼバルワ、ゼバルワ、これねすごい個人的な好みなんですよ、どこら辺が、まあ貴族性のとこだよね、属性がある、なんか具体的なのない、見た目的にね、ゼバルワ、ゼバルワ名前的に強そうだね、すごい、もう見た目もすごい強そうですね、はい、はい、私の第2位が、うん、幻想前のアザミ、お、あー言ってたもんね、そう、アザミは似てるって言われて嬉しいのもあるけど、幻想前のあのちょっと影がある感じが好き、はいはい、闇っぽいやつね、闇っぽい感じ、幻想してちょっと明るい子になっちゃった感じ、うん、ちょっと、うん、確かに全然多分ない、全然多分ない、はい、私、はい、私次は、顔色のいい方のロザリア、うん、あー、かわいい、かわいい、かわいい、めちゃくちゃかわいいな、ね、お団子ですね、そう、かわいい、姫だね、ロザリア幻想なんかすごい、リーが変だね、リーがちょっとね、流れて失敗しちゃったんですけどね、私はめっちゃ悩んで2位にするのすごい忍びないんですけど、うん、メルデッド、おお、どうしたの？いいなんだね。すごい忍びないの。え、でもこれはすごい深い理由があるの。え、となると全然わかんなくなった。ペチの1位、うん。ペチの1位。完全に1位だと思った。全然全然思ってたから。ベルトちなみにいつの？ベルトは7。なんだ、うん、ああね。ベルベットだっけ？ベルベットだっけ？どうぞ。はい、私のこと嫌いなんですよ、私の好きなユニットの名前子供とか言えないじゃないですか、はい、ではさきみ2位、はい、さきみの第2位はじゃん、キャロル、わー、キャロル、海外、海外ユニット、そっちか、でも悩んだ、ちょっとかわいい、まあ、なんかちなみにどれ、カップケーキじゃないんだ、最後の1個前ですね、星6、星6、おー、これね、周りに卵みたいなの飛んでて可愛いんですよ、あとこのウサギがめっちゃ人参を干してるんですけど、なんか進化するごとになんか人参の量がすごい多くなる、へー、見てる、すごい、これ1位が被ったものが1位ですねそうだね、今のとこジャニスが、ジャニスが3票、うん、だけど1位は3ですからね、そうだね、そうですね、被るかな、これで被るかな、被る気がするな、私これやばいな、みんな、みんな分かってる、みんちはぁー、大丈夫かな、分かってる、分かってる、大丈夫かな、どうか、大丈夫かな、まあ一択ですよね、うん、一択です、うん、まあ僕についてきてね、はい、本当はね、ルビーと言いたいとこなんですが、2016なので、はい、2016なので新規って2016のユニットから選びました、おぉ、おぉ、セルハ、まあ、見えてる、まあ、サトシ、見えてる子ですね、見えてる子、見えてる、見えてる、下がね、下がね、いや、わかりますね、セルハもね、なるほどね、わかる、はい、僕はユウタです、あ、それ、さらっとやって、さら
でもね、もじゃげしといえばもうなんかね、いやまあもうね、ないっすよね、他に選択肢ね、幻想しましたからね。まあ、僕ももうね、多分変わってないですよね。結局、星5ソレイユですよね。はい、はい、やばい、サマナーガールズ次第本当だ。かぶるのかっていう、かぶるのかな、かぶるのかな、さっきには想像ついてるしな。え、まあ、じゃあさっきみーはあの星7のララ、まあ、そうそうですね、そうでしょうね、さっきみーやっとこうと思ってます。コスプレしましたからね。そうなんです。むしろ一番なんかに可愛いを積んでこうなっていうララがここまで来なかったからね。そうだよ、なんでちょっとみんな私かぶらないみたいな、さきみーって印象が強すぎる。わかる。でももじゃぎさんのエルザもそうなんですよ。そうなんですよ。後ろにこうハイボレーのようなものが出てくる、なんかダメだね、分かる気がする。まだ分かる、迷惑な話ですよ。はい、じゃあ私番組内でもちょっと可愛いって言っちゃったんですが、はい、私の一番はラジア。あー、かわいい。分かる。星は星5、星5絶対ね、ほんとね、モーニング娘。にいそうなんだよね。分かんないんだけど。でも分かる。超アイドル顔、マジで黒髪だし、なんかこのスカートとブーツの感じもね、そうちょっとね、アイドルって感じ、衣装もかぶんねえな。いっぱいかぶんない。これも結構前ですよね。かわいいですね。かぶらないな、これ。ダメ、こんだけいて。え、はあ、これ最後まとめるの大変ですよ、申し訳さん。まだわかんないから、まだわかんないから。でも私の方が安い理由性がないんですよ。私もないよ。本当に？私もない。いや、ないわ。こっちない。ないわ。ないし、やった。そう。まだ去年参加してないから、こう今までの中でやっぱルビーなのかなと思う。なかったわ。ルビー。しまった。ルビー言っとけばね。サトシが言ってれば1だったのに。いやいや、2016だから2016の中で選ばなきゃいけないって自分が勝手に思ってた。そう、でも、そう、私もさっきそれ言われたけど、私で、去年参加したのかな。そうそう、2016までの、までのか。で1位だけどさ、はいはい、ペチはベルデットよりも可愛いと思う。これ左右しますよ。決める。ペチの中にいるんです。いないの。いない。言っちゃった。言っちゃった。はい、ではアベルス。アベルスか。アベルスが出なすぎて、うん、なんか気持ち届くかなと思って。もうアベルスが欲しい。わかんない、わかんない感じが。アベルスいないから。アベルスだったら何でもいい。人魚の足見えてる時と見えてない時は全部可愛くないですか。確かに、確かに、これは可愛い。確かに、これはちょっと悩んだ。悩んだ、私も悩んだ。もうアベルスが欲しくて欲しくて。そしてまた間違えるっていうね。ちょっとアベルスだけど、ひなっぺちの中全部間違えるじゃん。ウリ点点点点点。V の方ですよ、V。嫌いなの？嫌われてます、うちのチームリーダーに。辛いな。いや、全然。というわけで、同点1位が。すごいですね。同点1位が、ジャニス、セルハ、エルザ、ソレイユ、ララ、ラジア、ルビー、アベルス。これただ、唯一、2票。2票入、2回入ったのが、ジャニス。おぉ。ってことは？ってことは、ジャニスですかね。ジャニスですね。ですかね。全く参考にならない。皆さん、2016年最も可愛いユニットはジャニスに決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。ジャニスおめでとう。おめでとう。よ、アイドル。キュンキュン。またね、2017年終わるまでは待たないかな。またやりましょう。やりましょう。上半期みたいな。これ長いと割れちゃうんで、絞りましょう。しゃべりました。その時はもうちゃんと2017年に出たやつにしましょう。上半期、次は上半期ユニット。もうもじゃげがエルザっていうの聞きたくないから。聞きたくない。さらにはエルザ。結構多分もう変わんないんだよね。そうだよね。ララも変わんないだろうし、それ以外も変わんないし、エルザも変わんないから。確かに。しゃべりましょう。心に決めた女性はね。はわわ。ということで、はい。はい。皆さんの最下は一体誰でしょうか。聞きたいですね。ぜひコメントをください。はい、好評だったら次回またやりたいと思います。はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。お年玉もらったか。皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、パソコンの方はこの辺の丸いやつお願いします。
スマホの方は下の概要欄のチャンネル登録ボタンからお願いします。コメントの方もぜひぜひ待ってますので、どしどしお願いします。またね。またね。